買うよ。ユティアの分まで。ペドロ。どうも、ハマチャンネルのハマちゃんです。本日はこちら、ポートレートオブパイレッツリミテッドエディションキャラットの紹介をしていきたいと思います。まずは外観ビューです。下部には背景メタリック基調のグリーンとオレンジでキャロット。左下には写真がプリントされております。全体的に可愛いデザインとなっております。続きまして右側面ビューです。左側に大きくキャロットちゃんがプリントされております。お菓子のイラストも可愛いです。ミニスカートはセクシー。続きましてバックビューです。様々な角度からプリントされております。企画の台座もミンクゾグらしくて可愛いです。原型製作稲田正樹。彩色タウ模型。こちらはワンピース POP15 周年のロゴ。続きまして左側面ビューです。左もキャロットちゃんが2ポーズ。キャロットちゃんふわふわ可愛いです。続きまして上面ビューです。上面も引き付けるデザインとなっております。こちらワンピース20周年のロゴ。最後に側面ビューです。そこは緑を基調としたデザインとなっております。柄も可愛いです。以上が底箱ビューでした。それでは開封していきます。4倍早送り。ブリスター越しビュー。うん、間違いない。早く開封したい。箱内側ビュー。黄色を基調とした中にキャロットちゃんがプリントされております。ブリスター開封ビュー。こちらも4倍速早送り。テープは片側3箇所、合計6箇所です。パーツ紹介、台座、脱着可能のグローブ、キャロットちゃん本体。以上、大分類では3つとなっております。はい、台座ビュー。樹皮も年輪も忠実に再現できております。年輪は彫り込まれた造形となっており、本物に近いクオリティです。続きまして右グローブビュー。毛皮を忠実に再現できております。爪の部分のクオリティも高いです。続きまして左グローブビューです。右手同様に作中を忠実に再現できております。ミンク族特有の打撃、エレクトロを用いた打撃をします。本体ビュー。かわいいですね、キャロットちゃん。耳の垂れ具合もたまりません。衣装も作中のデザインを忠実に再現できております。オレンジのリボンもアクセントでいい感じ。尻尾もね、かわいいですな。キャロットちゃん超超ミニスカートです。裾のフリフリもかわいいです。ヒールはオレンジ色。しっかりパンツ履いてました。純白。組み立てビューレッツゴー。台座の固定部分はクリアーと金属で作られております。右ヒールの底にくぼみがありますので、そこを固定していきます。装着させてフィギュアを立たせていきます。こちら金属製なので折れるリスクは低そうです。はい、これで完成です。商品名ポートレートオブパイレッツワンピースリミテッドエディションキャロット。
発売価格税込み送料別10,780円、商品発売日2019年10月下旬、商品紹介発売15周年でますます盛り上がる POP ワンピースシリーズにミンク族の獣士隊員キャロットが登場します。可愛らしい外見ながらも戦い戦闘能力を持つウサギの先住民族、好奇心旺盛で天真爛漫なキャロットの魅力を、原型制作稲田正樹、彩色見本作成タウ模型のタックの手によってハイクオリティな造形と彩色でイメージ通りに立体再現しております。キュートな笑顔に躍動感あるポージング、両手にエレクトロ使用時の手袋も脱着可能で、作中ファンならずとも要注目の一品となっております。キャロットちゃんのプロフィールです。本名キャロット、所属ミンク族、王の鳥、獣士隊、出身地グランドライン、新世界、ゾウ、モコモ広告、誕生日が5月24日、号はご飯は2、人参、4、白ウサギとなっております。声優は伊藤かなえさん。それではグローブをつけていきましょう。手の甲が脱着可能で手にはめ込むタイプとなっております。ダボは4箇所ありますが折れないように注意してください。カメラ越しはつけにくかったです。少々お待ちください。やはりグローブをつけると印象が変わります。左手も同様に取り付けていきます。こちらもカメラ越しではつけにくいです。すいません、お待ちください。はい、これで完成です。ゾウ、モコモ広告に住んでいるウサギ、ミンク、全身が白い綿毛で覆われた美少女で、髪の毛は金色、ワンダとは同じ王の鳥という職務についており仲がいい、ミンク族特有のエレクトロの使い手、戦闘時には哺乳類の手を真似したような爪が突き出た手袋を着用する、もともとは獣士隊見習いとしてシリリアンに剣術を教わっていましたが、ペドロのアドバイスを受けて現在の戦法になりました。ミンク族は満月の夜に限りない月を見つめると記憶の奥底のさらなる野生が呼び起こされ、奥の手ともいえる真の姿スーロンになることができます。本来のスーロンは満月の晩に野生の本能を刺激されたミンク族が我を失い無差別に暴れ回った末に戦い疲れて死亡する危険なものでありました。ゾウの戦士は訓練によってこれを制御し戦闘能力を向上させることができます。容姿は髪が長く伸び目も赤くなりまるで別人のようになってしまいます。まさに獅子らしいフォルムかつしっかりとウサギの要素も残っております。本当に神秘的でした。そんなキャロットちゃんを細かく部分的に見ていきましょう。台座は切り株でミンク族らしいです。樹皮も年輪もしっかりと作り込まれておりました。続きましてヒールビューです。クリアパーツの角度で固定しております。オレンジのヒールも可愛いです。靴底は茶色色です。美脚をより引き立たせるヒールとなっております。下半身ビュー、めちゃくちゃ美脚、純白で綺麗です。裏膝の陰影塗装も綺麗です。なんといってもこの太ももたまりません。筋の感じも忠実に再現できております。ヒールの裏もしっかりと作り込まれております。この太ももを曲げた角度かわいいセクシーです。ちょっと下からのアングルビュー、これはサービスショットですよ。続きまして上半身ビュー、作中の衣装を忠実に再現できております。リボンの造形も芸術品です。フリフリもほんと可愛く作られておりました。超ミニミニミニパンツ見えそうです。裾のフリルも作り込まれております。
この躍動感に合わせた衣装のシワの寄り方など忠実に再現できております。くびれもたまりません。ほんと可愛い衣装です。続きまして、尻尾ビュー。ふわふわ感を造形で再現できております。尻尾は衣装の奥から生えている感じとなっておりました。続きまして、グローブビューです。獣の手を忠実に再現できております。それではグローブを外していきます。手の甲が外せるので取り外しは比較的簡単です。素でビュー。外すと分かりますが、キャロットちゃんの腕細いですね。左手も外していきます。腕のライン本当に綺麗です。指先も綺麗な造形となっております。続きまして、フェイスビュー。目はプリント塗装となっております。鼻は動物っぽく三角です。可愛い顔してますよ。耳のうさぎちゃん可愛い。ほんといい感じの造形と彩色になっております。髪の毛は金髪ショート。髪の毛の躍動感もいい感じです。以上が各部紹介でした。続きまして、サイズを測定していきます。まず幅ですが、幅は11センチとなっております。続きまして、全長が台座込みで27センチとなっております。そして最後に奥行きが13センチとなっておりました。続きまして、重量ビューです。重量は台座込みで測定していきます。 170.5g。 以上がサイズビューでした。皆様いかがでしたか？本日ご紹介したフィギュアは2019年10月下旬発売されました、ポートレートオブパイレッツワンピースリミテッドエディションキャロットです。圧倒的な可愛さを誇る彼女を作中のイメージ通りに忠実に再現された一品でした。大満足のフィギュアとなっております。皆様もぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。人には必ず出番がある。キャロット、ユマラにもな。